イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法とはイラク戦争後のイラクの非戦闘地域で積極的に人道復興支援活動、安全確保支援活動を行うことを目的とする日本の法律である特別措置法4年間の次元立法として2003年7月26日未明に成立し 2003年8月1日に交付された2007年7月の期限切れを2年延長することを2007年3月30日の閣議で決定したイラク特措法とも呼ばれる2009年7月延長期限切れで執行この法律はイラク特別事態を受けて国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上 民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し及び促進しようとする国際社会の取り組みに関し我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため国際連合安全保障理事会決議第1483号を踏まえ人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行うこととしもって イラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。この法律をめぐる国会審議では戦闘地域とそれ以外とをいかに分けるかが問題となったがそもそも戦闘行為が国際的な武力紛争と定義されている点も問題であると指摘される。政府は国際的な武力紛争は 国あるいは国に準ずるもの間の武力行使であると答弁した。また、時の首相、小泉純一郎は、どこが戦闘地域で、どこがそうでない地域かなど、私にわかるわけがない。この法律に関して言えば、自衛隊がいられるところが非戦闘地域という答弁を行った。今後、戦闘ではないとして、この法律の解釈、運用が、自衛隊が内戦の、 戦場へ派遣される前例となると指摘する声がある。2007年10月に民主党は自衛隊イラク派遣を終了させることを目的としてイラク復興支援特別措置法廃止法案を参議院で提出している。また名古屋高等裁判所青山国を裁判長は2008年4月17日他の同種の訴訟と同じく自衛隊イラク派遣についての意見の確認と派遣の 差し止め、損害賠償を求めた原告の訴えに原告全面敗訴の判決を下した。ただし、暴論として原告の複数の訴え共通の事実認定を当裁判所の判断として、航空自衛隊部隊が他国籍軍兵士をバグダットに輸送していることに鑑み、戦闘地域での活動とし、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも 武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ず、武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、日本国憲法第9条に違反する活動を含んでいるとする問題点を指摘した。差し止め自体は棄却し、勝訴した国は上告できず、判決は確定した。ありがとうございます。